ひろみ、ふみこ、歌の贈り物。歌声は幸せを呼ぶ力。このキャッチフレーズでお送りします。毎月第4月曜日、第28回、ひろみ、ふみこ、歌の贈り物です、ね、今日も始まりましたね。始まりましたね。あ、久しぶりにひろみちゃんの、懐かしい曲で。あ、そうでしたね。はい、今日はちょっとね、東京は曇って、そうですね、曇り雨、小雨が降ってますけど ね、 けどね。でもだんだん秋も深まって、急に秋になりましたね、はい、紅葉が綺麗ですね、はい、もうどこ行っても本当に今年の紅葉はちょっと遅いですよね。遅いですか、うん、なんかそんな気がしますけどね。そうですかね、もう本当に街の中も紅葉が、そうですね、野山はもっともっと素敵ですね、 ですね、なんか変わったことありますか？あ、別に、まあ、なんとなく過ごしてますけど、今までと違ってやっぱり少しはね、私たちも歌いに行けるようになりましたので ね、はい、気をつけながら、まあ、先月から10月から、はい、あのこのひろみ、くみこ、歌の贈り物が始まって、はい、少しはこう、ね、気持ちがね、日常を取り戻したような感じがしますよ ね、 ね、はい、なんかここに来るのが楽しみで、うん、本当ですね、北千住の街もにぎわいが戻ってきたような感じがして ね、よかったです、はい、今日もあの久しぶりにゲストをお迎えしてそうです ね、 ね、本当1年ぶりです ね、 ですね、素敵な男性の方を、はい、お迎えしますので、どうぞ皆さん、はいね、お楽しみにしてて、しそうですね、うん、でもなんかひろみちゃんちょっと、変わったような、太ったからかもしれない。それだけじゃないんじゃないですか？そうですか？なんか新しいことを始めたっていうようなことも聞いてますけど。あ、それはね、先月なんかちょっと言ってしまったんですけど、はい、ちょっとね、全国の皆さん、もう全世界の音楽をやってる方に本当恥をさらすし、申し訳ないし、なんか石投げられそうな感じなんですけど。でもほら、はい、プロになるわけではないですね。そうなんです。初めにね、あのやろうと思ったきっかけは、うん、コロナで外出ができなかったので、うん、あのお家でね、うん、何かあのできることがあったら、うん、何かやってみようと思ったのがきっかけで、うん、あの弦楽器触ったことがないので、うん、だからじゃあウクレレに、ほら私たち 2,3 年前あの、うんうん、なんだっけ、ピロキさん、あ、ピロキさんね、とお会いした時、はい、ピロキさんがね、はい、もうウクレレをね、うん、まるでね、ボールペン持ってるかのように、ね、もう軽く持ってこうやってるのを見て、あ、なんとなくそれを思い出したのでね、ウクレレやってみようかなと、そうですね、じゃあ漫談家を目指していらっしゃるのかな。今からでも遅くないかしら。ピロキさんの弟子入りでもしていただいて。そうですよね、ところがね、なかなかそうはいかないんですよ、難しくって、私にとっては。いやいやいや、でもなんかこう結構そのなんていうの、才能があるような感じしません？才能がそれはね、あなたに聞いたことないからそう言って。あ、そうですね、まだ聞いてなかったですもんね。では今日はね、そのちょっと一応私もね、真面目な性格なもんですから、ね、はい、やってみようかなって、うん、ここでね、恥をかいてみようかなと思ったもんですから、いやいや、雨だったのにね、持ってきたんですよ ね、 ね、大変でしたね、入れたらもったいないですよね。そうですね、はい、高額ですか？いや、私そんな、あの、そんな、うん、そう、高いものにはまだ挑戦できないので、はい、そのうちもうね、うん、世界的な名器を購入してバイオリンみたいにバイオリンみたいにね、はい、ね、じゃあそれ、ね、今日ね、はい、うん、楽しみにしていらっしゃる、じゃあ本当にね、音楽を真剣にやってる方には本当に申し訳ないですけど、うん、私じゃあちょっと、いえいえ、もう真剣な、一応持ってきたので、はい、真剣な顔をされてますので、はい、どれにはしか知らないのに、ぜひここで、はい、ウクレレに合わせて歌を歌ってみたいと思うんですけれど、はい、ありがとうございます、はい、じゃあせっかくなので、とちりますけど、あのその方が、はい、その方がいいですね。はい、じゃあね、せっかくね、ゲスト、そうですね、来ていただいてるので、はい、ゴーちゃんも一緒に、ゴーちゃん、そう、ゴーちゃん、はい、じゃあ呼んでみます、お呼びしましょうか、はい、二人で、せーの、はい、ゴーちゃん、どうぞお入りください。
どうもこんにちは。はい、ウクレレ漫談。皆さんこんにちは。僕もね、ぜひちょっと本当に、はい、していただこうかなと思って。私もね、なんてバカなことを言ったんだろうと呼んでくださいということで。そうですね。今日歌わなくちゃいけないんですよ。ゴーちゃんのコーナーはまた後で、ね、用意させていただきますけど、はい、あの最初に教わったのがドレミファソラシドだけだったんです、はい、半音上がるも下がるも何もなく、うんうん、だからどう、うん、今日は何の曲を、ね、はい、大きな古時計を挑戦させてもらいます。あ、すごい。 今ね、始まる前にね、はい、あの最初に何の曲音階から入るのって言ったら、どうだって言ったら、そしたらドとここを押さえてペローンとこれやってから始めるといいよって言われたので、うん、うん、ちょっとギターをね、僕もほんの少しですよ、コードが弾けるぐらいなんですけど、ひろみさんが何がすごいのかっていうと、あのコードね、コードも全然私は分からないって、それで、なしで、メロディーをこう奏でるから、今教えてもらった、すごいなと思って。これ何コードでしたっけ？ C です。それは C ですね。僕も初めてさっきね、ちょっと携帯で調べて、じゃあ最初スタートは C で。それではね、はい、行ってみます。はい、ぜひ、お願いいたします。緊張もなく行くんですけど、ここに歌詞があります。閉じたら閉じてくださいね。はい、もう、すいません。はい、じゃあよろしいでしょうか、ね、はい、頑張って。ペロンからいきます、ね、はい、はい、はい、あ、歌ってください。どこで歌うのかな。じゃあこれはもう、あの久美子さんの方へ、一緒に歌いましょう。じゃあ僕は歌えないから、最初ポローンで、ポローンから、はい、はい、すいません、これそれすら今緊張してるんですね。聞き入ってしまいましたね、本当ですよ。はい、じゃあいきます。はい、はい、大きなのこの古時計、おじいさんの時計、100年いつも、いつも動いていたご自慢の時計さ、ごめんね、大丈夫だ、時計さ、おじいさんの、ちょっとね、歌うとね、分からない自分で歌ってごめん、じゃ自分合わせられないの、ごめんね、自分で歌って、あ、ひろみさんの自分のペースで歌ってみましょう。ほら、それすら分かんなくなってきちゃった、はい、大丈夫、ゆっくりゆっくり。大きなのこの古時計、おじいさんの時計、リハーサルの時良かったんですけどね。いや本当この間お会いした時に始めたのよって、あれからね、本当に何日も経ってないのにすごい、ドレミファソラシドが
できるかできないかぐらいなのって言ってたのに、もう一曲すごいすごい、ヒロミさんすごいですよ。こんなに間違えるとちるとは思わなかった、全曲の皆さんごめんなさい。やっぱり実を結びますよね。すごいすごいと思います。1ヶ月2ヶ月3ヶ月過ぎると急に汗が出てきました。味の汗と、はい、いやいやいや、でも本当に良かったですよ。ありがとうございます、ねね、じゃあ、はい、ね、ちょうど時間が良かったですね。土地って良かったのかな。良かった、良かった、それ時間合わせてくれたみたいな。なるほど、そういうわけで、ね、わざと取り入ったっていうところもあるわけですね。そうなんですよね。あんまり早く終わっちゃうとね。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、それでは気を取り直していただいた皆さんにも、はい、じゃあどうしましょう、私たちの曲を。はい、そうですね、はい、ね、じゃあ、はい、ひろみちゃんの曲からですね、はい、今日はね、昨年の7月に発売になりました、はい、人生二人坂を聴いていただきます。はい、ありがとうございました、はい、人生二人坂を聴いていただきました。素敵な曲ですね。ありがとうございます。ほのぼのとしてて、はい、ね、そうですね、皆さんにぜひ歌っていただきたいと思います。はい、それでは今日はそうですね、じゃあ私の曲は、愛を抱いてを、はい、うん、歌わせて、お聴きいただきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。あなたがいれば
ありがとうございました、愛を抱いてお聴きいただきました。素敵な、ね、しっとりした歌ですよね。この間も思ったんですけど、くにこさんとね、ちょっとこう、まあ、僕らどっちかというと演歌ですけど、なんかこう演歌ではなくて素敵な、ね、素敵だなと思います、うん、ありがとうございます。嬉しいです。そう言っていただけると、違うジャンルも挑戦してみたいんですけど ね、なかなかあの、そうですね、ぜひぜひ、できないから、挑戦をした方がいいと、私のアドバイスをくれると一緒です。常に常に、それよりはもっとあれだから、またできないから、そうですね、皆さんの前でね、たまに歌ったりはしますけどね。はい、じゃあここで改めて、はい、皆さん初めての方もね、いらっしゃるかもしれないので、自己紹介から、はい、郷一仙って言います。あの漢字はね、郷ひろみさんの郷と一緒なんですけども、漢数字の1、はい、そして扇と書いて、郷一仙っていう、まあなんだろう、ちょっとね、今風ではないんですけれども、デビューするときに、本当にね、すごい素敵なもの、ね、実は郷、は本名で、それで一仙っていうのは、僕のひいおじいちゃんが絵描きで、風流山一仙っていう、その絵描きの名前があったんですけど、その名前一仙をいただいて、まあデビューするときにね、先生がこれがいい、こういうのでいいんじゃないのって言われて、じゃあということで、まあちょっと覚えやすいしね、そうですね、はい、覚えやすいですね、じゃあ、行きましょうということで、郷一仙という名前でやらせてもらってます、はい、そうなんですか、どうぞよろしくお願いいたします。ね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、ね、すごい郷さん、あの、はい、今回2回目ですけど、そうです ね、はい、そうです、前回、はい、読んでいただいて、前回はね、あの、まあ前に立って歌ったりしたので、あ、そうですね、そうですよ、はい、でも今回、ね、ちょっといろいろね、今回は CD なので、はい、でこの間もう、ね、コロナの時期が長かったんですけど、はい、そうですね、どんなお過ごし方をされてたんでしょうか。僕も、まあ、ひろみさんのウクレレではないんですけど、僕もあの、実はその歌とかやっぱり歌い出したのは中学生の時に、はい、その僕らが中学生の時に、まあ、かぐや姫さんだとか吉田拓郎さんだとか、いろいろ陽水さんだとか、フォークソング、ね、ソングがもう、はい、ちょうど GS、僕らの先輩は皆さん GS とかだったんですけど、それがこうだんだんフォークに変わってきた頃に中学生ちょうど迎えてて、でギター、まあ本当は女の子にモテたいからやりだしたんですけど本当にただただそれだけでギター始めたんですけど、でまあ今回こうやって歌手になってからもう8年以上ちゃっちゃうんですけど、まあ、コロナで皆さんの前で歌えないしね、でどうなるかも、今はちょっとこういうふうに会場少なくなって、そうですね、だんだん良かったなと思いますけども、もういつ開けるんだろうっていう中で、僕もあのギターを、じゃあちょっとギター引っ張り出してギターやってみようかなということで、そしたら最初やっぱりもう指も動かさないし、それどうしようと思ったんだけど、よし、まあコツ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 、そしてね、何曲かみんなの前で歌えればいいかなと思って始めたんですよ。そうですね、まあ、でもまだ1年ぐらいかかっちゃうから、いや恥ずかしいわ、そう、お父さんの前だったから、いやいやいや、本当僕だってその中学生の時はそのなんていうの、歌作ったりしてみんなできもしねえのに歌ったりしたんですから、まあひろみさんがね、その若いからよかったじゃないって言うけれども、もうそういうわけにもいかないので、私はもう年だからもう全然恥じる概念もなく出ちゃった。逆にものすごくそれすごいなと思っているんですけど、ですよ、ね、はい、でもね、何かを始めたいっていうのは一緒ですもんね、うん、そうですよ、若くても年にとっても、はい、それはもう本当に挑戦することが大事で、そうですよね、そうだと僕も思いますよ、はい、だからすごいなと思います、僕はね、昔のあれでと思ったけど、ひろみさんはもう初挑戦ですからね、そうなんです、ね、でも指、
さっきまでね、昨日、今朝もね、ここ来るとき一回練習してきたんです。あ、そうなんですか。バッチリだと思ってきたのにね。でもリハーサルの時すごい良かったですよね。いやでもね、やっぱ歌が入るとね、合わせられないので、ね、その話をしたら、うんうん、歌に合わせるには1年や2年かかるって。いや、そう、何年かかるとは言わないけど、それを楽しみに。自分で歌って弾くのとは違って、はい、割と難しいんじゃないのっていう話で。難しいですね。でも次回ね、初めて知りました。またこれ披露してもらう時にはもうあの、こういう知らないっていう怖さ、久美子さんが歌うとピロロンとこうやっていただければ ね、はい、すごいかなと思いますけど、じゃあコロナの頃はもうずっと、引きこもりではないですよね。そうですね、まあ、どっかにお出かけになったりはまあしてましたけど、うん、まあ変わったのはちょっとお腹が出ちゃったかな、やっぱりね、ゴロ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 してたもんですから、コロナ太りっていうやつ、やっぱりさすがにやったんですよやって、そしたらあのやっぱり腹筋をやると歌もすごくやっぱりこう歌いやすくなるじゃないですか。いいなと思って、ついでにと思って頑張ろう、背筋を思い切ってやったら、体をおかしくしちゃって、それであの動けなくなって次の日病院に行ったっていう、あまり無理はなさらないで徐々にやっていった方がいいんじゃないかなと思います。無理したの、背筋は特にね、まさか病院に行くようになると思いませんでしたよ。背中から全部こう全部が動かなくなっちゃって、徐々にやればよかったかなと思って、でも今は良かったんです、うん、でもそれっきりポツッとあれしちゃったって動かなくなっちゃってやる、うん、そうですか、あら、ね、ちょっと大変な目に遭っちゃいましたけど、あ、そうですね、ちょっとね、うん、緩やかにやっていけば、うん、そうですね、やっぱり体にもいいし ね、じゃないかなと思いますけれども、はい、うん、そうですね、はい、お腹のそうですね、あのお腹の脂肪も取っていただいて乗っかってブルブルしたりとか、うん、こうやってブルブルして、やっぱりそういうのじゃダメですね。あ、自分で器具も使ってんですか。やったんですけど、ダメでしたね。ダメ何しろ2年近かったですからね、コロナの。ね、本当に。だから私たちもね、本当にどうなっちゃうのかな。でも皆さんやっぱりたまにね、お会いして、あの今度こういうのがあるから歌いに行きましょうって言うと、もう2年も歌ってないから声が出ないとかっていう人が多いですね。そうですよね、止まっちゃったもの、本当に。お誘いしてもね、そうなんですよね。でも声は喋ってる限りは出ますので ね、よくあの声は出ないけどなんか口はね、あの私はなる回りますとか言いますよね。だから大丈夫だと思うので、あ、そうですね、出し惜しみしないでどん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 、皆さんも ね、そうですね、楽しんだ方がいいですね、出てきていただきたいな、ね、多少はこうマスクが外せるようになってきましたから、そうですね、どんどん歌った方がいいと思いますよね、体にもいいし、うん、はい、じゃあ、ね、ゴーさんの、何から言いますか、ね、実はそのコロナのそういう風になる1ヶ月前に僕新曲を出したんですよ、はい、2020年2月、はい、26日に、はい、で今日その新曲のパラダイス仮面という曲なんですけれども、うん、はい、ゲート曲なんですが、で今日はまあ僕が代表して、はい、お相手さんが、花岡千恵さんというお相手さんがいるんですけど、今日は、まあ、僕がちょっと一人で、どんなそのパラダイスってなんかすごい素敵な曲、ちょっとね、とあ、まあ、日本クラブのその、松井達夫先生に楽しい曲にしてくださいって言って作ってもらったので、ちょっと本当こう、まあ、聴いていただければ、踊りたくなるようなね、そうですね、そういう感じの、ね、踊らないですよね、踊らないですよね、すみません、また明日病院行くようになっちゃうので、それこそ初挑戦でどうですか。いやいやいや、本当そういうのは気をつけないとダメだな、舞台は開けてあるんですか、思ってますので、今日はそれは勘弁していただいて、じゃあ、聴いていただきましょうか、はい、ね、それでは、パラダイス仮面です、聞いてください。黄昏せ
本当に楽しい曲できて、出来上がってきたので、なかなかね、本当にコロナになってしまったので、ヒロミさんもまあ、ね、新曲出てね、あるでしょうけど、僕も何もできないまま、時ばかりが過ぎてきちゃったので、もうね、今日こういうお話をいただいて、流してもらえるってことは本当に、ありがたいなと思って、ありがとうございました。今日本当お会いいただいて。来ていただいて嬉しいですね。嬉しいですよね。本当ですね。じゃあもう一曲、はい、あのゴーちゃんのもう一曲は、はい、まあ、風の墓標っていう曲なんですけれども、ちょっとね詩的には悲しいかなって、そうですね、はい、なんかね、そうなんですよ、好きだった、まだ小さかった幼かった頃からこう、僕のことを好いてくれたって女の子が、幼馴染の方が、それは僕がこの、まあこの詩自体はその昔の戦いっていうか、そういう場に行って向こうで死んだっていう頼りを聞いてっていう、それでまあ実は僕も小さいけどね、お前のことを嫁にしたかったんだとかっていう、なんかそういうね切ない詩なんですけど、まあ今日もそういう先生が、まあ中山陶水先生が書いた詩なんですけど、僕にねこれちょっとゴーちゃん歌ってみてって言われたので、いやいいんですかっていうこと で歌わせてもらうことになって、まだまあまだ CD 化されてないんですけど、まあちょっと皆さんに聴いていただこうかなと思って歌ってみました。風の墓標、とてもなんか素敵ななんかね小説になりそうですね。そうですよね、まあ、先生実はね、またたび物を僕に歌えって言うんですよ。でもまた僕お着物も着れないし、でまあこの歌はワルツで、風景が浮かんできますよね。はい、先生じゃあこれを歌ってみろということで、じゃあぜひご紹介ください。はい、それでは、中山陶水先生、そして南條徹先生の歌です。歌合一戦ですけれども、聴いてください。風の墓標です。
聞いた時にね、ぜひ歌わせていただければなと思ったので、はい、まあこうちょっとしっとりしたさワルツの歌なんですけど、風の墓標でしたね、はい、素敵な曲で、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、歌っていただきたいですね、そうですね、それでは今度私たちの歌ね、はい、ではひろみちゃんの曲から、はい、私も先ほどの人生二人坂のカップリング曲になりますけど、星に約束を聞いていただきます。あなた
はい、ありがとうございました。星に約束を聞いていただきました。これ素敵ですね、はい、乙女チックで、乙女チックで可愛いですね本当にありがとうございます。ついこの間ですものね。そうですね、はいはい、じゃあ今度はくみ、ね、ちゃんの歌を、ね、はい、じゃあ、はい、聞かせてもらいましょう。江戸川風物語をお聞きいただきたいと思います。
ありがとうございました、はい、素敵な曲ですね。ありがとうございます、はい、あの今郷さんからおすすめがあったんですけど、うん、はい、ぜひ今度ギターで弾き語りをやってみましょうっていう。そうですね、はい、お誘いはいただいたんですけど、はい、あの確約できるかどうかちょっと分かりません、ねえ、ね、はい、一度ね、はい、挑戦したんですけど、はい、挫折した苦い経験があるので、はい、そうですか、どうなっちゃう、また這い上がって、そうですね、やってみます、まあ、私だって恥かいたんだから努力をしてみたいとは思います。はい、はいね、はい、じゃあありがとうございました、はい、ね、ここでゴーちゃんの番宣ありましたら、はい、どうぞ、実はあのこれ撮った方が使ってるかな、12月の19日の日曜日にですね、はい、場所はあの羽田なんですけど、はい、成瀬有言さんのクリスマスディナーショーのゲストに、呼ばれているのでお伝えさせていただきます、はい、それであの実はここにあの踊りの家元さんで剣雪乃心さんがいらっしゃるんですけど、すごい綺麗ですね、はい、で成瀬さんも、剣流ということで、勝野心ということ で、で今回僕もね、うん、歌をこうちょっとあれするには少しこう踊りをやればということで、実は下置きのお着物も人といただいて、はい、で名前もね、はい、剣、雪さん、はい、雪と扇って、雪線っていう名前で、はい、ちょっとずつ勉強して、そうするとほらこういろいろね、うん、歌もあれするんじゃないのっていうことで、ね、じゃあちょっとだけで、あ、僕もだからそれ踊りに挑戦ですもんね。だからあの、ね、ギターぜひ、まあそういうことで、あの、はい、私も踊りの方がいいかな。そっか、どうぞどうぞ、ごめんなさい。12月の1日に、成瀬さんがあの蒲田の方でね、うん、スターライスというお店をやってるんで、そこで、まあ、今回のこの先ほど聞いていただいた、ね、はい、パラダイス仮眠のまた僕一人になっちゃうんですけれども、キャンペーンをぜひ やったらって言われたら、うん、でちょっとお言葉に甘えまして、うん、12月1日行ってこようかなと思ってます、うん、もし、ね、よろしければ、はい、スターライスという店なので、はいはい、皆さんもどうぞ、ね、よろしくお願いします。はい、他にもありますか。いや、もうあとはね、はい、これ、まあね、これ12月の23日多分ご一緒するのがあるんですよね。そうなんですか、はい、ひろみさんが言ってくださるから、木馬亭で12月23日、うん、じゃあどうぞ、はい、ひろみちゃんの方から、はい、私はとりあえず来週の、うん、月曜日なんですけど、ちょっとパンフレットがちょっとあれなんですけど、大島、東大島っていうところ で、ね、あのチャリティー海洋祭りを参加させていただきます、うん、これはご一緒ですね、久美ちゃんと一緒なんですけど、はい、よろしくお願いします。それと12月の23日は郷さんと一緒に、ね、はい、木馬亭でね、木馬亭でよろしくお願いします。なるほど、ね、よろしくお願いいたします。木馬亭もお久しぶりじゃないですか。そうです、久しぶりです ね、 ね、なかなか歌えなかったから ね、 そうなんですよ ね、 ね、まあ、無観客でやるみたいです、ね、はい、今回、まだ、はい、やってたんだけれど、あ、今回も多分そうだと思います、はい、あ、そうそう、そうって言ってました、もう客はちょっとまだ、はい、なかなか難しいかなということで、はい、じゃあ木馬亭もそれからクリスマスディナーショーも、はい、ぜひ ね、 ね、あの頑張っていただきたいと思います。じゃああのひろみちゃんも一緒なんですけど、はい、ぜひ来年は郷さんも出ていただきたいな、はい、と思ってるんですが、はい、あの火曜祭りを、はい、リリオホールで来年の5月27日、そうですね、で一般の方もたくさん歌っていただきたいので、はい、あの抽選もありますし、はい、はい、クールファイブの方とか、はい、有名な、歌手の方もそうですね、はい、出ていただきますので、はい、ぜひ、ご覧いただきたいと思いますし、はい、ご来場いただきたいと思います。まだまだコロナ対策はね、そうですね、しっかりしなきゃいけないですよね。そうですね、うん、だから今カラオケ喫茶なんか行ってもやっぱマスクしたまま、うん、歌う、まだね、場所も多いですよね。寂しい話ですけど、それだけ、うん、皆さん気をつけていらっしゃるからね、もうね、この火曜祭りの時にはね、すっかり、うん、そうですね、本当に皆さん来てもらえるようになれば、ね、本当にいいですけどね、3回目のワクチンの接種が
もしかしたら終わるかもしれませんね。なるほどね。そしたら少し安心ですけどね。そうですね。ね、やっぱり大勢の方に来ていただくには本当に、ね、大きい会場だから ね、やっぱり楽しみです。そうですね。歌う方も楽しみだですからね、はい。しばらくコロナで歌えなかった方もね、はい、歌いたいっていう希望も持たれているみたいなので、そうですね、ぜひ皆さんもご希望の方は、そうですね、はい、僕らも歌いたいけれども、うん、そうですね。そう見にね来てくれます。うんうん、さる方たちも、うん、多分もう本当に聞きたいみたいってあると思いますのでね、うんうん、いつなのって言われてもちょっと無観客なんですっていうお断り、そうなんですよね、うん、それすごく辛いですもんね、とかって まだダメなんだよなっていうことで、うん、でもひろみちゃんのお友達の方も、はい、ね、歌いたいって、あ、そうなんです、ここはね、うん、もう何人かね、歌いたいからお願いしますって言われてますので、はい、積極的にね、歌って、やっぱり好きな方はね本当歌いたいんですよね、うん、じーっとしてたのはやっぱりね健康のためにも、はい、歌っていただいた方がいいかなと思いますよね、ぜひ、はい、皆さんたくさんの方がおいでいただくこと、歌えるようにね、はい、そうですね、なりたいですね、また、はい、来月も、あ、もうそうですね、もう、はい、今日は本当どうもありがとうございました、ね、ありがとうございました、本当に嬉しかったです、ね、またね、ぜひいらしてください、ね、はい、でももうあと一月ですね、もう来年、ね、もうほら、ここにクリスマス、ね、雪だるもあるけど、本当です、ね、長かったけども早かった、そうですね、そうコロナの期間は長いような気がしたんですけど、そうですね、やっぱり、はいはい、もう健康に気をつけて、はい、また、はい、お会いしましょうね、そうですね、はい、来月、次回は12月の27日ですね、はい、月曜日、あ、そうですね、3時30分からですので、はい、皆さんお元気でお会いしたいと思います、そうですね、郷さんもまた、はい、ありがとうございます、今日はどうもありがとうございました、またぜひ呼んでいただければ、はい、遊びに来てください、はい、夜なべして丸めた毛糸を